よーし、いい夢見れました。というわけで、今日もお仕事頑張っちゃおう。僕は武芸者なのに、最強なのに、なのに、お前、あー、一生の不覚だ。どんな顔であの人に会ったらいいんだ。修行だ、ガンガンやるぞ、ついてこい。全然遅い、オーブの軌道を読むんだ。軌道ですか？見てろ、1秒先の軌道を読んで。何？お、すごい、当たった。ミサオもできる、頑張れ。はい。
番で仲良くなっちゃった感じだね。一気に意気投合なんちて。ほんとキナちゃんってわかりやすいんだから。ふぬー、ゾンビが元気ない。あら、カタカゴちゃん。私が総合で調べた情報と見せっこしない？総合。よし、朝の訓練の仕上げだ。二人でコマをやっつけに行くぞ。はい、お願いします。向こうにコマの群れがいます。一気にやっつけましょう。その差はどこかしら。気迫が足りない。あの刀も今んとこ一味姉さんの方がうまく使えるんじゃないかな。なんだいね、ミサオちゃんの場合そういうところが長所かもしれないし。ま、なるようになるだろ。
どちら様？それはこちらのセリフです。ここで何をしているのですか？汗を拭ってました。そういうことではなくて、何ですか、あの建物は。建物？あ、そうでしたそうでした。いらっしゃいませ、当店へようこそ。だからそうでもなくて、あれって違法建築じゃ。どこかでお会いしました？初めてだと思いますけど。でもだって、あ、もしかして以前ここに来られたことが？ないですけど。ですよね。でも何かで、それもこれも全部どうでもよくて、あの建物、ここはポンポニエールの横領。勝手にお店を出すのは禁止です。え？お店を出したければちゃんと出店許可を取り、きっちり納税してください。ましてやこんな見事な大樹を改造するなど、もってのほかです。違うんです、ここは聖域なんです。つまりポンポニエールのようであってポンポらないと言いますか。お店の責任者はマスターでしたら中にいらっしゃ。ああ、ちょっと待ってください。マスターさんはどこですか？お、なんだ？外の駒使いさんから聞きました。あなたがマスターさんですか？私、ポンポニエール王国統制庁監察官、マリニャンと言います。へえ、ロイヤルネームだ。貴族のお役人か。私の出自はどうでもいいです。誰の許可を得てお店を出しているのですか？すみませんマスター、ここが聖域だと説明していたんですけど。聖域なんて地名はありません。そもそも不法入国じゃないんですか？お役人さん、この辺りは初めて？なぜですか？こんな建物が急に現れたらそっちに驚くだろうと思ってね。本来の認知は別ですが、訳あってこの辺りを捜索しています。何を探してるんですか？そうでした、ちょうど聞き込みをしてたんです。謎の穴について何かご存じないですか？うん、誰か来てる。ずいぶん繁盛してるんですね。やはりきっちり納税を。ねっねっ、それより謎の穴って聞こえたけど、何の話？ヤバーナのこと。ヤバ？虫食い穴と呼ばれる魔物の湧き出す穴がこの近くにあるようなのです。私は観察官ですが、その調査に協力しています。そこの踊り子風の方、何か心当たりがあるのですか？近いからちょっとどいて。隠し事はダメで。魔物！何か武器になるものを。平気、別に襲ったりしないし。え、そうなのですか？もしかしてあなたは世にも珍しいネクロマンサーさんでは？珍しいの。うん、珍しい。そっか、そうなんだ。ふふふ、世にも珍しいゾンビだぞ。ありがたく拝むがいい。払ってください。そんな税金ないって。
くのですか？東、森のあるとこ。東にはロカロカの森が。でも遠いですよ。そっちにヤバ虫食い穴があるって占いに出たの。占い？あるから来て。遠いなら急がないとな。遅れるなよ。なんて強引な人たち。逃がさないよ。